まださ、一個気になるんだけどさ、うん、ほら、手打ちをしてるじゃない？はいはいはい。手打ちで打ったらさ、やっぱ体使わないんだからさ、飛距離落ちるんでしょ。やっていい？やって。やってじゃん。やっていい？やって。誰が、誰が？平井宏明のワンナップゴルフ。みんなさ、こうやってやるでしょ。体でね。そうそうそう。でも、俺は、最初は全然手打ちっていう、まずクラブが動かなかったら話は始まんないよって言ってんのよ。そう。だその手打ちで、いや、全然そんなんで飛ばないよと言うから、じゃあ俺手打ちだけでね、70で全然出るよって言ってんのに、信用がないから、じゃあ、まずラウンドいけないから、じゃあデータ出してみようかっつって。そう。ベタ足手打ちで打ってみますね。ね、音が。え？ちょっと待って。逆転現象出ちゃうのか。これがマジだわ。ダメ？ 43.5 だよ。一回隠してじゃん。一回、ほら。やばいやばい。変わんない。打ち出しはやっぱり低くなるけど。ちょっと登録、あの、さ、スイング画像見てくれ、うん、ちゃんと、あの、うん、あ、そうだね。まず手打ちになって。本当になってんのかどうか、ね。体使わないで、うん、多少の回転はしますよ、そりゃ。そりゃね、うんうん。この右足見て、この右足。そう。もう何も。上げてないもんね、右足。これあれだね、あの、違う。レッスンスタジオ行ったら怒られる。怒られるよ。もっとキャロー。そうそうそう。頑張れぞって。そう。これで、これで損なんだ。そうですよ。280行くでしょ、トータル飛距離。なんだそれ。全然行くの。全然行くか。全然ミート率。1.25 だ。ミート率はこっちでいいか。ミート率。1.54 ですね。あ、ごめんなさい。下げられないんですよ、なかなか。ごめんなさいね。ごめんなさい。そう。あのね、本当にこれね、TP ってすごいいいシャフト。あ、そう。本当マジで。うん、いやでも、あの、口だけだったらこんなずっと続かない。そうだね。ちょっとシングル話もいい。うん、さ、そうなんです。体で回せ回せって言ったら、絶対アマチュアの人って、うん、これ、インデー短いのやっぱり、ね、うん、分かりやすいね。こう、上げるじゃん。体で行くから絶対に、バックスイングいいとこ上がってんのに、うん、こっから体こう組んでね。はい。絶対上がったところでアウトにこう組んで、ね。はいはいはい。だけど、手打ちだったら、うん、これでいいわけじゃん。そう、それでいいの。そうすると戻ってくるんだよ。勝手に。そこにね。で、なおかつ頭もぶれない。ぶれない。体でやろうと思うから頭ブワーってずれて、ブワーって上がったりするんだよ。そう。で、手打ちだったらここでいいじゃん。そう。軸、しっかりキープできるじゃん。そう。だからこれで、3素振りか3ショットして、うん、ちょっと足上げて打ってみようかったらいいとこ来るかもしれない。そう。ちょっと最後にね、こう付け足すぐらい。ほぼほぼっていうか 100%、こうやってやるんだよ。100% こう来るから。あ、うん、来るね。アマチュアは、うん、だからヘッドも軽くないしクラブも長いのじゃダメだっつって、うん、長くて重いとこうくるから、うん、手打ちもしにくいじゃん。そうしにくいね、うん、重いヘッドだとだから手打ちができるぐらいの感じでのヘッドとかクラブの方がいい、うん、そうでひろゆきさプロゴルファーってさ要は林の中からさパチンって手打ちで打てない人いないでしょ、うんうん、いないでしょ。待ってうちのインドはそのレッスンしてくれないいやだってそうだよね。だからうちは、俺はいつも、こう来たお客さんに、3つ並べて、うん、こう3つ並べて、うん、あの、フルショットの前に、短く持って、林から出すようなイメージでこうやって、うん、こうやって、うん、で、頭上げないの、うん。って言ってから、1球フルショットしてくださいって教えてる。めっちゃ大事だよね。大事よ。だって絶対できるでしょ、プロって。そうそう。ちゃんと構えてるところに対して、ゼロで戻ってくるイメージで打って、林の間を抜けるじゃん。うん、で、絶対頭抜いたら絶対ダメじゃん。ダメ。だから、こう、アドレスの位置に戻してこなきゃいけないから、うん、それをやらしてからフルショットやるし。そうだよね。やっぱこう、そのフェイスアングルとかさ、そういうのがすごい重要になるショットじゃん。林から打つとかって。だその時にさ、林から打つ時にさ、こうやってやんないじゃん。そうそうそう。あ、確実性を持って振るわけじゃん。だからそういうのが、もっともっとなきゃいけないじゃん。すごい。ああ。いや、いい動画になった。いい動画になってる。なってる。で、俺が一番びっくりしたのは、ひろゆきも3球打ったけど、全部同じ音したね。ああ、ほんと。いい。で、結構、まあまあ、まあ、うまいなと思って。日本語は、日本語出てんのに。
ちなみに今日初打ちだから、後でこんなになってるかもしんないけど、大丈夫、打ち取れられるから。いい。でも、それはちゃんとクラブの動き方が分かってるから、やっぱそういう結果が出せるっていうのはあるね。ちょっと重要な部分がいっぱいあるけど、あとなんか言ってることあるの、いつもレッスンで。まあ、だから手打ちでいいって言ってんだ。手打ちでいい。最初は手打ちじゃなきゃダメだし、手打ちができてからじゃないと体使えませんよっていう。だからクラブにちゃんと仕事させろって言ったんですよね。そう。まずは。そうだよね。いや、絶対そうだよ。だから体で振るなって、ね、そう。クラブ、だってスポーツだけど、結構ゴルフって特殊で、うん、ゴルフクラブ14本をうまく使ってスコア、うんうん、ね、作っているだけだから、うん、このクラブをまず運動させて、うん、自分でどういうフェースの動きしてるかっていう確認した後に、体でね。そう。次じゃん。絶対そうだと思う。どうする？俺も。俺 YouTube が流した次の週ぐらいから、みんなラウンド中。みんな、これで回ったら、俺ね、スコア悪くなることないと思う。よっぽど、崖越えで、とか、そういう、なんか特殊なコースじゃない限りは、相当悪くなるってことは俺はないと思う。うん。そうだよね。うん。まあ、ドライバーだってこうやってさ、こうやる、まあ、体で行くからロフトが立ちすぎたりする。まあ、手打ちだったら、その辺なりにちゃんと、そうしてくれるから、手打ち、打法そう、手打ちって言ってるからね、響きは良くなるかもしれないけど。そうそう。だから考え方によって全然変わってくるよね。手打ちっていうか、クラブにちゃんと運動させる。そう。で、ニュアンスが人それぞれ違うけど。違う。でも、まあ、イコール。うん。同じこと。そう。ちょっと IM を取っていい？こういう。でもあれでしょ？ドライバーだから、手打ちで飛んだだけだって、アイアンだったら、どうせ止まらなくなるんでしょ、手打ちで。ひろゆきさん、準備いいですか？いや俺もそう思うよ。だってドライバーってさ、長くてさ、バランス多少出てるから、うん、手打ちだったらドライバーってファーって飛んでくれるみたいな。そう。言っちゃう。こっちサイドでしょ？応援するのはこっちでしょ？いや、応援とかじゃない。一般アマチュアの人は絶対そう思ってるから。そう。今ドライバーだからできたけどさ。そう。あれやんじゃできない、手打ちは。手打ちはできない。あれは、なんか、ヒロンヒロンって。アイアンは。打つ7ね。うん、7。手打ちよ。手打ちです。極力下使わないで打ちます。いい球打つね。あれこれ、こっち。いい球打つね。あって、ちゃんとダウンフローだし。すごいね。待って、おすごい。7やってさ、うん、キャリーいくつ166じゃなかったさっき。そう、さっきね、166だった。165だ、手打ち。変わんないでしょ。変わんない。変わんないはずだっていうのは、俺はね、絶対分かってた。そうなんだ。そう、動画でも何回も言ってるけど、そう。トロン君ももう何回も聞いてくれてるね。うん、ちなみに、このミート率は、ドライバーとアイアン違くて、アイアンで 1.32 っていうのは、140点です。おるるるるるドライバーとアイアンは、違うんだ、基準が。基準が違うんで。どんぐらいアイアンを当てればいいんですか？ 1.28 とかが100点だよね。で、そういうデータなんで、ここはドライバーと違うっていうところと、はいはい、ちゃんと、まあ、距離がこんだけ出ててっていうので、本当に手打ちだったかっていうのを見よう。あ、そう、そこは本当に大事だね。データは分かる。まず足がね、これね。はい。インパクト後に。いや、マジ、マジベタ足だ。よく見るでしょ何千時期にいるでしょ70後半のおじいちゃんぐらいの手打ちしてるね、これちゃんと。そうだよね。本当にあれだね、ベタ足だね。うん。それぐらい、こう、クラブが動いてれば変わらないですよってことが、どうしても、言いたかった。で、俺は結構びっくりしてるのが、球が高い、ちゃんと。あ、ほんと？打ち出し19度だもんね。19。すごい。あ、そう。やっぱうまいんだな。あ、それ、手打ち。手打ちね。そう。しっかりヘッドを動かす。まず。まあ、絶対後で、今、事務作業中の工藤トレーナーやると思うよ。こそらくするんだ。朝早く来て。いつもね、そこ入ってくるときに、もう頼ってるよって思う。なるほどね、手打ちね。手打ち。やっぱこれが大事だなってことが、
ちょっと今日少しでも証明できたな。そうだね。距離も落ちないし、ボールもこう、なんか、そう、低くもなんない。で、そうだね。シャフトもね、そう。柔らかくてもいいとか。そう。じゃあ普段自分が YouTube で言ってることが、ちゃんとデータとして出てるから、曲げずに言ってもらいたい。そう、そうだね。まあ、うん。本当それはね、自信あった。ちょっと不安だったでしょ、でも。いや、そりゃそうよ。数字をいつも見ないから。ね。飛んでる球を見てる、映すけど、実際何やっ飛んでるかわかんないし。そう。そう。感覚はわかるけど、本当数字で1ヤード単位まではっていうのは知らないから。そうだよ、スピードだったり。うん、そう。コースではね、もちろんそんな計測はしないから。うん、だから、そういうはっきりデータとして見るっていうのはすごい大事だなと思って。チェックとしてね、自分の。よかったね。もう自信、うん、よかった。自信持っていいや。ワンダップゴルフは。あ、ありがとうございます。大丈夫。OK。うんいや、で、今回はですね、数字として、ヒロキの方にこう、いろいろ取っていただいてですね、データ化していきました。で、やっぱり、その、クラブを動かしてあげるっていうことができると、こう、結果として数字が良くなってくる。あとは、ミート率がなかなか、こう、下がらないっていうことが、結果として出たんで、まあ、それはこう、いつも動画で言ってるように、継続して、もしやってくださる方がいたら、そのまま続けてやっていただいた方がいいと思いますね。で、まあ、やっぱり、プロを見てきた、ひろゆきからしても、やっぱりこう、なんとなくこう、理論が僕とすごく似てて、考え方がこう、一緒なんで、まあ、このまま、ワンナップゴルフも継続して同じことを言い続けていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。気に入っていただけたら、チャンネル登録と、グッドボタンの、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。